カジミエシュ三世、カジミエシュ三世、ビエルキ、コジミールジュアイー・ビルキー、1310年4月30日から1370年11月5日、は、ポーランド王、在位、1333年から1370年、大王、ビルキーの衣装で呼ばれる。ブワニスワフ一世、タンミ王の三男で、母は、ビエルコポルスカ皇、ボレスワフ、経験皇の娘やドビガ、 現在ポーランドで発行されている五十ズボティ紙幣の表面側の肖像に採用されている。1333年、父の死により王位を継ぐ。この頃のポーランドは分裂状態から統一され、内部は比較的安定していたが、今度は神聖ローマ帝国やドイツ騎士団、さらにはボヘミアなどからの外圧を受けるようになる。これに対してカジミエシュ三世は、 武力ではなく、外交による解決で臨んだ。まず、1335年にボヘミアと交渉し、大金の支払いと引き換えに和睦した。ついで1343年に、ローマ教皇クレメンス六世の仲介のもとに、ドイツ騎士団と交渉し、クヤービットドブ人を獲得する一方、グダンスク、ボモージュを活用することで和解した。そして新生ローマ皇帝カール四世に対しては、 一時的に戦争状態にもつれ込んだものの、シレジアの貴族など国境問題を解決することで和睦に持ち込んだのである。後に、孫娘のエリーザベトがカール四世の四番目の日になっている。その後、カジミエシュ三世は東方に進出し、ハールイチボルイーに戦争を起こして、ウクライナ領であったハールイチ公国。 ルブフを1340年から1352年にかけて支配下に収め、ポーランド王国の領土を倍増させた。1366年には、ボルイーにポドリアも併合している。カジミエシュ三世の功績は、外交や軍事だけでなく、内政においても大きな成功を収めている。長年にわたりポーランドは、貴族の権力が大きかったため国王の権力が、 弱体化し、国内が分裂状態に陥ることが多かった。カジミエ主三世はこれを防止するため、司法制度を整備して貴族による権力乱用を抑え込んだのである。法学を発展させる一端としては、ドイツ法を広く普及させた。また、政治的、経済的な弱者である農民を手厚く保護して、その生活改善に努めた。さらに西ヨーロッパで迫害されたユダヤ人を保護し、 国外からの移民による植民も積極的に奨励するなどして、ポーランドは商業的にも大きく発展することとなったのである。1347年にはポーランド王国の基本法を制定し、1364年には首都クラクフに天文学や法学の研究を主とする国内初の大学、ヤギエボ大学を設立させるなど、 このカジミエシュ三世の時代にポーランドは大国に発展することとなったのである。大継承権争いについては、父の代からボヘミア王であるヨハンからの請求が続いていた。しかし1335年、ヨハンとハンガリー王カローイ・ロベルトとハンガリー領ビシェグラードにて面会し、多額の保証金をあてがうことにより、彼の王い請求権を発揮させた。 1370年、カジミエシュ三世は狩猟中に落馬して死去した。カジミエシュ三世には男子がなく、後継者には、おいで、ハンガリー国王のラヨシュ一世が第一候補として上がった。カジミエシュ三世は、ラヨシュの後継を認めた上で、自身の女系の孫である、スープスク公カジミエシュに、後の特権的地位を残そうとするも、ポーランド王国の再統合を無に返しかねないとして、 彼の死は、死境や貴族から認められず、大いとドブ人地方を除く王国の全領土が、ナヨシュ一世に相続された。カジミエシュ三世は、軍事、外交、内政のいずれにおいても、大きな成功を収めたため、カジミエシュ大王とも称され、また弱小農民を手厚く保護するなどの前世を敷いた、経緯から、カジミエシュ民王と称されることもある。カジミエシュ三世の時代、 ポーランド国王の王権は安定し国家は整備されて大国に成長したのである。司書においてはカジミエシュ三世のことを木造のポーランドに現れてレンガのポーランドを残して去ったと称賛している。1325年カジミエシュ三世はリトアニア大公ゲディミナスの娘アルドナと最初の結婚をし間に二人の娘を設けた。 アルドナは1339年5月26日に亡くなった。1341年9月29日、カジミエシュ3世は、ヘッセン砲白ハ,ハインリヒ2世の娘アーデルハイトと再婚したが、ニーズマ沖に入らず結婚後すぐに別居した。アーデルハイトは1356年に、実家のヘッセンに戻った。アーデルハイトとの結婚を解消したがっていた。 カジミエシュ三世は王妃のイルミでボヘミア人の愛称クリスティナと重婚した。クリスティナはプラハの豪将ミクラーシュ・ロキチャーニの未亡人があり、彼女自身の出自は不明である。クリスティナは夫の死の翌年にプラハ宮廷に女官として入っていた。カジミエシュは彼女をプラハから連れ出し、ティニエツのベネディクト会修道院の院長を説得して、二人の結婚式を行わせた。 この結婚は秘密結婚だったが、すぐに交換に知れ渡ることになった。アーデルハイトは、重婚状態にあるのを嫌い、夫の許しも得ずに、ヘッセンの実家に戻った。はじエシ主は、アーデルハイトの肩を持つ教皇インロケンティウス六世の警告を無視してクリスティナとの生を続けた。この結婚生活は1363年、ないし1364年まで続き、その後二人は離別した。 夫妻の間に子供はなかった。1365年頃、カジミエシュ三世は、シロンスク地方のジャガンコヘンリック五世の娘、ヤドビガを四番目の妻に迎え、間に三人の娘を設けた。この結婚をした時点ではアーデルハイトも、そしておそらくクリスティナも生存しており、このヤドビガとの結婚も、重婚とみなされた。 このためヤドビガの産んだ三人の娘たちが着室と言えるかどうかははっきりしなかった。アンナとクネグンダは1369年12月5日に教皇ウルバヌス五世によって着室死と認められた。一番下の娘、ヤドビガも父の死後の1371年10月11日、教皇ヌレゴリウス十一世により着室の認定を受けている。 ポーランド史一 s k 2 a b 地方1986年公文社。もっと知りたい。ポーランド宮島正し著公文堂。ポーランド民族の歴史。山本敏郎。井内敏夫著1980年賛成堂。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。